か。取れた。さあ、やってみました。ワンピースどうぞ、おまわろうの回。はい。1,2,3,4,5 代目。5代目。来ましたね。阿蘇でございます。阿蘇。はい。阿蘇田園空間博物館。この目の前にあるのが JR 阿蘇駅。そこの今多分チラッと映ったけ。チラッと映ったよ。ああ、まあ言いましょうか。何があるか。はい。はい、ウソップ。正解。映すなってだけ。今からワンピースクイズをするわけだ。はい。ね。ワンピースクイズはして間違ったら罰ゲーム。でね、前回まであのおすば飲みよった。はいはい、地獄でしたね。あれちょっときついけやめよ、もっとハートフルな罰ゲームにしよう。今回はここの阿蘇の駅、はい、阿蘇といえば牛乳、はい、牛乳といえばアイス、はい、アイスといえばソフトクリーム。おお、阿蘇ジャージー牛乳を使ったソフトクリーム食べたい。食べたいでしょ。食べたい。これを買った人だけ食べれる。おお、負けた人のおごり。いいですね。いいですね。出題して、一人が間違える問題を出す。そう。だけですよ、ね、全員が正解したら出題者の負け。全員が間違えても出題者の負け。はい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 。出題者はだから本当に一人だけが正解を狙わないといけない。一人正解じゃないともう負け。だけもうこれは出題者対回答者の対決。今日の出題者はちなみに誰？僕です。局長でございますね。ってことは1対3。局長が勝ったら局長だけが食べれる。我々がお金を3分の1ずつ出して食べれる、はい、局長が勝ったら負けたら1個ずつ愛するか。なんか俺のリスク高くないですか？じゃあ行きましょう。あ、これインナーカラーです。おしゃれですね。インナーカラーズ。さあやってまいりました。はい、これがウソップ像です。どうぞ。ウソップ阿蘇の山をバックにかっこいい。あ、いいですね。ウソップ像もあれですね、金のかかったね。うぅ、恒例の後ろ姿へ参りましょう。はい、さあドン、うん、これやっぱあれ全体的にさ、お金かかったよね、髪型が。そうですね、髪にみんなお金かけるね。すごいなぁ。ほらこのリアルさ、このなんか巻いてる感じね。なんか布が巻いとっただろうね。本当だ。さあ写真を撮りましょう。恒例の写真タイム。はい、 OK です。クイズに行きましょうかね。行きますか。恒例のワンピースクイズ。バッティンチャンネル。お願いします。ウソップで始め、ウソップ海賊団っていうのを見せてました。はい。おお。仲間が3人いました。名前、その3人の名前。まず2人います。最後の1人は当ててほしい。1人は玉ねぎで、2人目がピーマン。じゃあ3人目は野菜だ。どれ？多分野菜はどれか言えば当たる。 A 人参、 B きゅうり、 C キャベツ。あれ、ごぼうがなかった。絶対ごぼうとかです。もう一回最初のあと2人言って。玉ねぎと
ピーマン。じゃあ、行きます。せーの。キャベツ。人参。人参。人参ね。うわキャベツ。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 ちょっと頼む。正解は。人参です。おじゃー。何やそれ。お子様です。いなくなったね。一口もあげませんね。いいですよ。クレミアって高い方が一人で買うけど、はい、人参、人参でした。ごぼうでもやったもん。じゃあ、罰ゲーム行きましょう。じゃあ、あー今日閉まっとるか。あー全然開いてますね。閉まっとるね。あー、いや、いい問題でした。さすがに。いや、いいでしょ。ここはいいでしょ。取れた瞬間面白かった。さすがに。ここはさ、なんか阿部牧場と竹原牧場と分かる。どっちがよ。じゃあ一丁ずつ。そうですね、はい、阿部と竹原は一丁ずつ。しばらくお待ちください。どっちがどっち。おー来た。ここでクイズタイム。そうそうしましょう。外したら食えない。そう、当てれたらいいです。これどっちが阿部牧場でどっちが竹原牧場か。いや早く全部解ける。じゃあこっち、こっちが阿部原。阿部どっちが阿部。じゃあこっちが阿部。じゃあこっちが阿部じゃない方。竹原、ね、こっちが阿部。はい、じゃあ正解はこっちが竹原でこっちが阿部でした。お知らん。残念です。おいおい待て。正解なんだ。本気だな。食べようもん。もうゲーム関係ないもん。え何買うんですか。え私はちゃんと約束守るけん。ヨーグルト。ヨーグルトアイス。そう、私はソフトクリームは食べれん。ちゃんと私はね、約束を守る。ルールは守るババアだけん。ソフトクリーム食べたいよ。私だってそら竹原牧場さんと阿部牧場さん絶対美味しいけん。あ、じゃあ食べてないですか、ソフトクリーム。食べてないよ。こちらをご覧ください。食べようもん、もう。食べてないけど、やっぱ私はヨーグルトアイスで今日は我慢する。こんにちは。こんにちは。阿蘇に住むと声かけられる率が違うね。ソフトクリーム美味しい。美味しそうだ。これでね、クメミートがアイスクリーム2つ買ってきたら面白いんだけどね。あいつにそんなボキャブラリーはないよね。え、しかも1000円渡したって。自分の分も買ってきたら。そうそうそう、そう芸人として認めてやる。そこまでの人々したかった。さあ大事ですよここ、ね、芸人として認められるかどうか、うん、さあさあ割と時間がかかっとるけどね。なんかいろんなもの頼んどるんかなと思って。2個持ってきたら芸人として一流。一流。おばあちゃんの金で何ちゅってお前ってなるんですね。一つ突っ込まれて。なるほど。あたしさ、私の金だけんだったら2つも買ってきてって。それでね、やっぱいつも芸歴も12年ぐらいだけどね。はい、あ、ありがとう。大盛りにしてもらいました。大盛りにしてもらった。待っとる。ありがとう、うん、美味しそう。美味しそうね。ありがとうね、うん、さっぱり。15点。
本当ですね、うん、あのおばあちゃんからお金をもらって、うん、そして2個買ってくる、自分の分まで買ってくるっていうことをやったらあいつは芸人として認めてやるっていうくだりがあったんです。さあ何個持ってくるでしょうって言ってパッて向けたら大盛りにしてもらいましたって言って1個持ってきました。ソフトクリームでしょもうそれ。違うよ、なんすかソフトクリームは食べないって。